運命なんて俺があっさり打ち破ってやるぜ。代表の方はこちらにどうぞ。おかけください。そちらの要望通り代表者3名で話し合いに臨みます。入江先生は里子の主治医でして、その見地からまさか私が選ばれるとはね。私はリカちゃんがいいと思う。里子ちゃんの一番のお友達なんだから。競技中っていつになったら分かるんです。里子はすでに危険な状態なんです。こういうのはですね、とても慎重な判断が必要でして、その里子の一番の親友、こうして見てることしかできない親友だけど、どうですかリカ。最大の争点は里子が虐待を認めるかどうかね。本人がみんなが救いの手を差し伸べているのに、里子がそれを掴もうとしない。